兼用金曜日のアフロディーテ TV 始まりました。小谷由紀です。今週もよろしくお願いいたします。12月ももう半ばを過ぎましたね。本当に寒くなりました。よくこうこの間もちょっとレイプロモ TV の方で小田原の方とかにロケとか行ってきたんですけれども、結構なんか首筋とかこう寒くないのっていう風に言われるんですけれども、まあこれは慣れでしょうかね。まあ本当にもうすっごいこうもうマイナス何度とかっていうところに行ったりするときは、やっぱりちょっと首元の方も温かいこうちょっとこう獣みたいなのをこう巻いたりとかはするんですけれども、普通はだいたいあんまりなんかこうコートは着ますけれども、こうこの辺はあんまりこうつけなかったりしますね。足元が一番ちょっとやっぱり寒かったりするので、足元は私足が小さいせいもあるんですけれども、結構足袋を2枚重ねにし、さらに下にですね肌色のこの暖かいこう足袋状の感じのこうなんていうんですかね、靴下みたいなそういうのを履いて3枚重ねぐらいにしております。なんか足元がやっぱりちょっと冷えたりすると嫌なので、そんな感じですね。さて今週ですけれども、神楽坂自宅近くにありますフランス料理の前菜をこう主にメニューとして出しています、ボングーさんに行ってまいりましたので、そちらの方をご覧ください。どうぞ。神楽坂を散歩しております。これからですね、フレンチ前菜レストランのボングーさんの方に行ってランチをしたいと思っております。フランス料理前菜出てくるじゃないですか。あの前菜もメインにして全部前菜でこう料理構成をやってらっしゃるお店です。野口シェフ、とっても美味しいお料理を作ってくださるので大好きなシェフです。こちらのお店はですね、神楽坂駅のすぐそばなんですけれども、本当に飯田橋の方からだったら神楽坂の一番上の方ですね、フランス料理の前菜で構成されたお料理のお店です。前菜ってすごく私好きなんですけれども、いろんな前菜があってですね、本当に美味しいです。実はというと、2012年にこのお店をオープンしてるんですけれども、その時に、うちの主人もフランス料理の関係のお仕事をしておりますので、こちらのオープンから立ち上げからオープンかな携わらせていただいておりまして、何年かこちらの方にお勤めしておりました。で、私ここから本当に家も近いので、本当によく通わせていただいておりました。
タルトフランベすごいでしょ。これもついて先ほどの前菜とスープも出てで、なんとランチ1000円太っ腹すごく美味しいのでいただきます。美味しくいただきました。ですね、この1階、これ2階なんですけれども、1階にですね、オングーさんのお惣菜のお店が実は12月からオープンしておりまして、そちらの方にちょっと行きたいと思います。美味しいってすごい食べたんですけれども、ペロリと本当にお得ですよね、ランチ で、タルトフランベと今日前菜のあれ何種あったのかな、もう匂わせっていうか何種類あったんだろう、8種類ぐらいですかね、それとスープがついてそれで1000円、そうですね、すごい。まあ、カレーもあったりとか、さすがに私一人でカレーまでは食べれないので、また本当にご近所なんで主人と一緒に来たいと思っておりますが、1階の方に、デリのお店がオープンしたんですよね。はい、これは、上の料理がいただけるとかですか。上の料理の一部ですね。一部は馴染みのある料理と、あとはより親しみやすいその洋風のお素材を。なるほど、はい、なんかいろいろ、でもちょっと上でやってないような感じのものもありますよね。そうですね、クロックムッシュとか、この辺のクロワッサンですか。クロワッサン、クロワッサンのサンドイッチ、ホットサンドを。なるほど、12月の、この間オープンしたばっかりですね。はい、11月の26ですからオープンされた、はい、この辺は本当に海外というか外国の方もすごく多いので、はい、結構こういらっしゃるんじゃないですか。やっぱタイミング的にも、テイクアウトの近いリッチがあるので、皆さん、喜んで使っていただきたい。ぜひぜひ、神楽坂の本当にあの駅から1分ぐらいですよね、本当に人がって、ね、見えますか。ですよね。で、飯田橋からも本当に上がりきった感じですかね。一番なんか気のいい感じの、あの神楽坂上のこう本当に一番上っていう感じのところですよね。そう、ボンブーさん、このお店の名前的にはこのここのスペースは何て言うんですか。1階のデリはですね、はい、三段デリカと言います。三段デリカ、はい、そうです。サンドデリカ、くっつけて三段デリカ、はい、なるほど、はい、でもう上の方はあのずっともう2012年からやっているボンブーさんは相変わらずあの営業しておりますので、あの神楽坂に来た際にはぜひぜひ立ち寄りくださいませ。では、ありがとうございます。ごちそうさまでした。神楽坂のゴングーさんからお届けいたしました。野口シェフとはもうちょうどそうですね、2012年にボングーさんオープンした時にうちの主人の方もそちらの方でサービスをさせていただいておりましたので、そのあたりからのお付き合いになりますね。で、あのもう本当にうちから目と鼻の先なので、あの最近はもうご近所というか会うとああみたいな感じでいろんな違うお話で盛り上がったりとかするんですけれども、本当にあの楽しいシェフです。でお料理はもちろん美味しいです。タルトフランベって、まあ、今回
私はですね、リンゴと蜂蜜っていう感じにしたんですけれども、まあリンゴも美味しい時期ですし、でもしらすがかかってたりとかですね、あとそうですね、ベーコンと玉ねぎのもあったりとか、本当にいつも悩むんですけれども、結構私はちょっとやっぱ蜂蜜のかかってるのが好きなので、やっぱりそれにしてしまったりします。1階の方がですね、いろいろこうまた何ですか、デリのお店もされまして、11月の末からですね、いろんなこう美味しそうな前菜が並んでおります。とサンドイッチというかホットサンドの機械もすごい、もうあっという間に焼けるホットサンドの機械も購入されたそうで、すぐにこう5秒ぐらいでなんか温まるそうです。すごいですね。普通はね、結構5分ぐらいかかったりするそうなんですけれども、それとかホットドッグとかいろいろ本当に美味しそうなメニューがあって、近くにあるのでなんかちょっと嬉しいなって思います。今週もご視聴どうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。ごきげんよう。神楽坂のメロン専門店に来てます。こちらの方はですね、メロンとロマンというお店なんですけれども、津軽メロンを7月8月9月に美味しくこう食べるという感じのメロン専門店なんですけども、他の月はですね、国内の他のメロンを使われているそうです。今日は大人のクリームソーダを飲みにやってきました。では行ってきます。熊本県産のアールスメロンを使ったメロンウォーターだそうです。先ほどのメロンのメロンの味、専門店のメロンクリームソーダです。こちらの方も熊本県産のメロンだそうです。いただきます。すごいメロンの味が濃いですね。なんかメロンのココナッツジャムとかもありますね。じゃあ6時で、はい、ソーダはジャム。ああ、そうなんですね。私はジュースをいただきました。